さあ、前回の続きで正式リリースして進化したファウンダーズフォーチュンやってるんですが、さあ1人目のバディができましたね。これによって人間関係が進展していくと。でこれ右に進むといい関係になるんですけど、まあ、しばらくロックがかかってこれ以上急速には進まないと。まあ次すぐ行けますけどね、10分後に進めるだろうと。でレオ君とはまだどういう関係でもないわけで、一応ね、まあ、前回で結構まあ簡単な分触れたので、今回いけるか分かんないですけど、ゴブリンとの戦いの時にこう誰か呼んでみると、これヘルプ守ってもらおうじゃないかと。まあ今はね戦ってないんで無理だと思いますけど、関係が良ければこれで来るんじゃないかなと。商人がな、来てくれんのかな。つまりこの3つが攻めてきそうなんで、まあちょっとこの辺のゴブリンと仲良くして、ゴブリン対ゴブリンができるんじゃないかなと。外交の進化ですよ。あとはまあとりあえず今はね発展させよう。で畑もありますからね。次の季節が夏なのでじゃがいもいきますか。さあこんな感じかな。さあ進めて研究何入れようかな。まあこれかな。ガーディング飾りか、飾りじゃないかな、服にしますか。さあ君は、あーちょっと待って、壊れてますね腕が。君は職業として何やってた。あークラフトしながらなんか木とかやってた子か。さあ前回ね道具なかったんで、これこれこれこうやってやったわけですよ。これによって多分壊しましたね。直さないといけないと。多分薬は確かいらないんですけど、医者のスキルが高い状態で何かしらね、多分アイテムいらないか。スキルがあったら直すはず。だレオ君かどっちかの、これドクタースキルね、ちょっと見ますが、ゼロポイントが多分薬を使えるかどうかみたいなことですよね。あ、これだこれ。この1ポイントのやつだね。だレベルを1回上げた時に、このブローケンした体を直せるよと。で、左が、こっちが一応病気だね。病気を治すと。だこれトライできないと、そもそも病気も治せないんで、ドクターのスキル重要だね、かなり。前より重要じゃない？あれ、そもそも治せないっけな。スキルある子来てくんないと。30分誰もできないからね。で、スキルを貯めるには、まあ、その実務をするか、どっかね、研究じゃない、なんか、勉強机みたいな。そういうのがあるんですけど、そこでスキルが溜まるのを待つと。そういうことがあるんですね。研究の方かな。お、ゴブリンだ。要求だね。こういうのをね満たすと仲良くなるんですけど、いやー薬を2個か、半分か、半分ずつよこせと。治せないから言っちゃいい気がするけど、君にかけるのもな。The People of the Sea、 ちょっとまだダメかな。まあ悪くなります当然ね。彼以外にもいるきっとゴブリンは。ファーマーにした場合星がつくのかな。設定できてますけどね。ファーマーでもあるって感じかな。ちょっとやってみよう。これで、あ、3がつくんだ。最優先になっちゃうんだね。なるほどね。ファーマーもやるんじゃなくて、主にファーマーをやる形になるのか。こいつも壊したらおしまいだよね、もう。完全に終わっちゃうよね。バーンと怒りましたね。もう、ま、してないからいいですよ。20分だろうが。
さあこんな感じでね、まあ、初期ならではのちょっと問題が発生しているよと。まあ、今もし病気になろうもんならじわじわと死にますね。そうなる運命にあるのかなと。治すための薬はあるんですけど、それをね扱えるかどうかといった部分で問題があって、まあ最初にねドクターの子引いてないんで狙って、そういうちょっと問題もあるわけですよ。でこれ10分間ってなってますけど、こうなるともう完全に操作不能で何をしても効かないですね。で彼に何かをすることはできるけど、彼が何するかはもう命令できないと。まあ、まず床ができるからマイナス要因は一つ減るかなと。ファーマーにしょ、ファーマーにしょ、ファーマーに頼むよ。まず植えとこ。で、ジョウロとかあるんですよね。水は勝手にやるかな。まあまだないですから。お、ああ木か。あ、リンゴの木、え、こんないいんですか。これはね植えれんの、どこにでも。リンゴの木はちょっと凄まじくないですかね。リンゴってもう筆頭食料源よ。で前回サムネに使ったから、なんか動物と一緒にいるね、なんかサムネもゲームのストアの方にあったんで、動物の飼育もできるんじゃないかなと。そう期待ができますよね。4人目欲しいな。レベル上げようか。さあここでね、ここです、レベルアップ。難しくはないんですけど、これ何、これ布を作るやつかな。ジョークを言うと、ああれ元に戻ったのかな。バディじゃなくなったっぽいですね。こっちにリスキーなジョークを言うと、石とポーション、まあいいよ。どうした、踊り始めましたね。ストライキでしょうか。ゴブリン勝てると近いね。彼らからしたら目と鼻の先で農業してるのが見えると。よっ、わあ、いろいろ言ってくるな。ポーションいっぱいたかるね。ちょっと無理だな。ゴブリン多いからちょっとこの要求はきついですね。多くしたんですけど。リスキージョーク、あ、終わった終わった。さっき最後まで行ってないのかな、きっとね。でこれは武器を置くスタンドですね。これが欲しいと。完全に暇になってるこいつ。すごい顔ですね、万人からのように。あ、来ちゃいました。これはね、虫です。小畑に出てきて食い尽くすと。こういった場合は、このね、感染じゃないです、こう虫がたかってしまった作物をすべて取り除くんだと。こう広がっていくんでね、一個一個摘み取っていかないといけないと。もうこういうのは食用関係なくできるんで大丈夫だね。まあ、ちょっと減ったよと。まず植えようよ。これさっきコットン取ってましたね。ちなみに今であればリンゴがなってますよね。これが食料になるんで当然食べに行きましょうか。食べに行く、取りに行くかな。レオくん、あ、レオくんなってるね。コインとアップル、いやダメだ。あ、ちょ、ダメだね。お腹が空いてるよと。こいつじゃ行かせようか。眠い子とか送っちゃうと現地で寝る可能性もあるからね。ちょっとこういうパラメータ見ていかないといけないと。夜か、早く取ってもらおうかな。薬とポーション、ちょっと多いね要求ね。一回全部受け入れてみるか。何がなくなるんだろう。まず薬がなくなるよね。テキスタイル、紙とかか。あ、コットンがそれに含まれるんだね。寝るか、まあ寝させよう。さあ
一応農作物もちょろっとやりながら、ちょろっとの食料でやってますね。一応リンゴがメインで、最悪取引を持ちかけることもできなくはないんで、ゴブリンから買うと。仲いいゴブリンの維持と、仲悪いゴブリンとの戦いにおいて、戦ってもらうっていうのを一回ちょっとね、そこまでやってみたいね。お、君だっけ？あ、治ったじゃん。よしよしよし。道具作ろう。君の足を直そう、まずは。直そうというか、もうならないようにしよう。一回壊れたらやっぱ壊れやすくなると思うんですよ、人間って。これ誰か入れたらできたね。そもそも。あ、これもあったりするかな、もしかして。弓が作れるよ、服が作れるよってことかな。あ、じゃあできそうであるね。道具は誰でもできるっぽいな。医者だけちょっと初期スキルがいりますよね。よし、ポテト。木とリンゴか。やばい、これもうこれ戦いのもう状態です、ほとんどこれは。さあ来ました。これですね。ここでですよ。遠いな。何来る？ 1。あ、1人か。まあまあ、これぐらいであれば。で、羊います、ここに。羊かな？アルパカじゃないね。羊だね。さあ、ここでです。我々ゴブリンに対して。か、まあ、同じ人間に対してでもいいですけど。まあ、ちょっとゴブリン行ってみようか。ちょっとだけ仲のいい。だ、これ一応中立なんで仲いいとは言えないんですけど。守ってくれないかと。状態から、でも攻められてから言うもんじゃないと思うんで、関係性ですよね。そうか。まあ、いけるはいけるんですけど。レオどっちかっていうと、ツルハシだよね。これ作らせよう。あ、まだ時間あると思うんで。まあ、こいつが頑張る。あ、来た来た来た。時間なさそうだな。ウェイトヒア。で、ここでね、斧を置いた上で、預けてと。これで勝手に持つので、持たないか。できてるかな。これ今後木こり行った際に行けるだろうと。これ向かいましたね。もしこれでちょっと怪我とか負ってしまったりすると死ぬリスク高いよね。ちょっと結構食らってます。一回引かせましょう。はい、追うね。ちょっと待てよ。あ、変わった変わった。これで帰って、よし。で、これ倒れましたね。こうなった時に殺すか殺さないかというのがあって、まずはね、武器を拾います。これコンボをもらった上で、このままだと多分立ち上がった時に戦うと思われるんで、まあ寝ようか。みんなをまず話そう。まだね、装備の把握できてないんですけど、君もダメか。ちょっとで、ここ来てもらって。あ、一緒にじゃあ畑やろっかな。いや、起きなくていいけど、そっか。腹減ったのか。そこで、できる限り離れて過ごそう。一回寝てくれ。回復するかな。体力っていちいちドクターだっけ？その辺も変わってる可能性あるかな。どう？ちょっとしてるっぽいかな、ヘルス。じわじわと進んでますね。さあ、あえて命までは取ってないですから、起き上がったらちょっと恐怖をね、語ってほしい。ここにはやばいやつがいるんだと。これ、リンゴの木は、あ、スキルなんだね。
危ない危ない。そっちは行かないでほしいんで、ちょっと木でも切ってもらおうかなと。見て、村放棄してあげてるから。あさねてくれよ。そこで彼は帰っていきます。彼を失ったものは、武器ですね。さあ、ちょっと見てみようか。一応武器をゲットしたので。これダメージが8と、ちょっとだけいいものが手に入りましたね。売りましょうか。これは、商人が来たら売ろう。さあ、こんな感じで、まあ、攻めてくるよと。まあ、人数全員がね、攻めてくるわけじゃないんで、時間か多分村の発展とともに、その規模が増えたり、武器が強化されていくと。例えば弓を持ったりするんでね、そうなると、まあ、ちょっと戦略的な戦いが必要になると。まあ、今はね、もう作業道具で頑張りますから、まあ、一応ゴブリンの発展に合わせてね、進めていかないといけないと。で、ちょっとこれ気になるよね。食料源になるかな？ 3 人で行ってみる？あ、でも1人もあれか、怒っちゃってるか。さあ、ちょっとね、今回呼べるかなって思ったんですけど、まあ、なかなかこれを手放すのはね、簡単ではないですし、まあ、リンゴを手放したら、まあ、秋冬でしょって考えた時にちょっときついかなと、まあ、そういうのがあるので、まだね、仲のいい勢力を作るのは難しい状況だね。その中で1個だけちょっと作りたいな。我慢して薬を差し出すと、そこまでしてでも戦わせてみたいですね。それまず目標にちょっとやっていこうかなと。